こちらが山野です。リアル誤信をぶち変えます。はい。ということでですね、今日も SSR セルディフェンスの時間やってまいりました。こちら SSR セルディフェンス代表、河合モンドです。全水知る空手の県政会館館長でもあります。武道と護身術双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、今ですね、T シャツ出ておりますよ。リアル護身術をぶち変えます。バイ、河合モンド。うちの娘のサインも入っております。そして、恋の稲川モンド T シャツですね。こちらの方も出ております。T シャツの方、ぜひとも購入していただきたいと思います。ストアーズさんの方から購入できます。あとはですね、DVD 各種出ておりますので、ダウンロードと合わせて購入していただきたいと思います。これもストアーズさんから出ております。そして、総合護身インストラクター講座オンラインですね。こちらの方、今ありますよ。護身のプロを育てる、護身の専門家を育てる、そして護身の先生を育てるということですね。護身でビジネスもできるというような形も出てます。ありますので、そちらもですね、勉強していただいて、ね、ビジネスできますので、ぜひともやっていただきたいと思います。そしてですね、この中に私はですね、護身具術講座としてですね、護身具術を担当しております。SSR セルティフェンス、護身具術ですね。なので、この中でサイレンスプレイ、それからスタンガン、ね、それからフラッシュライト、特殊警棒ってことですね。様々な護身具をですね、公開しておりますので、ぜひともですね、勉強していただきたいと思います。オンラインで講習が受けられます。よろしくお願いいたします。はい。あとはですね、ドネーションということで寄付の方も受け付けておりますので、ぜひともですね、説明欄の方から見ていただいて、寄付の方よろしくお願いいたします。あとは、護身具ですね、販売の方も考えております。これ協力してくださる方、推進アンダーバー RYU、頭がヤフー .co.jp、こちらまでお願いいたします。はい、ということで、今日のトピックなんですが、ですね、前回もちょっとね、ライブ配信の方で、透析の話をされた方が見えました。透析ですね。石を投げるということは有効ではないかとお話なんですね。まあ、ここのところでちょっといろんな話があったんですけど、ね、ライブ配信に来てくださった方々もいろんなちょっと思うところあると思うんですけど、これはね。まあ、アンチである、アンチでないとかいろんなことあると思うんですけど、まあ、とりあえずその、透析っていうことですよね。透析っていうことがある。で、透析っていうことと、透敵っていうのがありますよね。透析っていうのは基本的に石を投げるっていうことですよね。で、石を投げるってなった時に、透析紐っていうものもありますし、そちらもね、お話してらっしゃいましたよね。透析紐っていうやつもありますし、要は石を乗せた状態で紐をこう、紐っていうのかな、こういうのになってるんですけど、それを乗せて、くるくるくるって離すんですよ、片っぽ。そうするとパーンと飛んでいくんですよ。で、コントロール非常に難しいんですけど、まあ、透析紐っていうのがあって、で、あとはその他にもいろいろあります。こういうふうに引っ掛けるような状態になってて、こういうふうに投げるやつもあります。槍かなんかも引っ掛けて槍を投げるのもありますよね。あれに石を乗せて投げるやつもあるんですよ。ちょっとカタパルトみたいなやつ。はい。でもありますし、やはりコントロールが一番簡単なのはスリングショットですね。ただし、携帯に非常に難しいって、かさばったりするっていうことなんですけど、まあ、携帯云々を置いといてもそういった方法があるよってことですね。はい。で、これ、透析。で、透敵っていうのになってくると、物はもう何でもいいわけですよ。まあ、危険なものになってくるとナイフを投げるっていうのもあるけど。だけど、いろんなもの、例えば身の回りにあるものを投げますよっていうことですね。でですね、まあ、ここの話になりました。ね、まあ、いろんなことを省きたいと思うんですけど、これ実際使えるのか使えないのかって話をしましょう。なので、これはですね、ちょっと端的に言うと、まず基本は難しい時があると思います。いいですか。なぜかというと、いつでも身の回りに物があるとは限らないからです。これちょっと想像していただいたらわかりますよ。例えば路上なんかでもそうですよね。いきなり例えば襲われました。通り魔に襲われた、強姦魔に襲われた、暴行魔に襲われた、絡まれた。まあ、いろいろあると思うんですけど、その時に身の回りにあるものを掴んで投げるっていう行為が果たして有効なのかどうかを考えていただいたらわかると思います。特に路上だとか物が周りにない状況っていうのはまず非常に難しいですよね。あとは物があったとしてもそれを即座に的確に掴んで相手に対して投げることができるのか、そして投げたものを的確に当てることができるのか、コントロールの問題ですね。こういったものが出てくるので問題が山積みなんですよ。だから私がいつも言ってるのはポリスマグナムだとか護身具を装備して装備したものを使うのであれば常に訓練はしてるじゃないですか。自宅でもできるし、訓練はしてるからそれを使うっていうことは分かります。だけど身の回りにあるものを即座に使うってことは非常に難しいし、投げたとしてもピンポイントで当てることが難しい。そしてそもそもあるのかという問題があります。いいですね。これは石であってもそうです。いいですか。で、あとは、椅子を投げるとかってありますけど、椅子まずそもそもないですよね。で、ちょっとひどいのだと、自転車を投げるっていうのがあって、これ朝倉みくるさんが言ったんだと思うんだけど、そこから広がったのかな。自転車を使う、武器に使うっていうのがあって、それがね、結構私ね、コメントとかで来るんですよ。それちょっと削除させていただいたこともあります。あまりにも使えないし、あんまりいい情報じゃないし、みんながそれ見た時に真似をしてしまう。自転車を投げるっていうのは、自転車が例えば、
なかったらもう無理じゃないですか。で、自転車があったとしても、ちょっと自転車を持って投げてみてください。もしくは自転車を持ってそれを縦にしてみてください。無理です。重すぎます。これちょっとやっていただいたから、特に弱者やったら絶対アウトでしょ。かなり力があってね、ノッコンさんみたいな人だったらこうやって行くかもしれないけど、基本的に、だけど自転車を投げたりするとかってあんまり意味がないんですよ。動きが鈍くなっちゃうし。ね。なので、自転車は無理でしょ。でそもそもあるのかって話があるじゃないですか。で、投げたとしてもそもそもコントロールできるのか、そもそも飛ばないしっていう。相手避けたら終わりでしょ。だから現実的じゃないんですよ。ちょっとファンタジー的な護身術が非常に広まってしまっているという、ちょっと残念なんですけど。なので、そこのことを考えると、まず物がないよね。あったとしても、例えばそれを掴んで即座に相手に対して投げることができるのか。で、投げれたとしても相手に対して当たるのか実際。っていうことですよ。なので、投擲っていうのはそこまで難しいよってことですね。で、あとはライブ配信で投石の話をおっしゃってました。石っていうのは、まあ例えばね、まあ持ってないとしましょう。まず石ってないですよね。なかなかないんですよ。あると思うでしょう。実はないんですよ。特に都市部に住んでらっしゃる方だったら最悪ですよ。まずないから石なんて転がってないから。ないんですよ。ね。だから、まずそういった意味で石がないよねってこと。ね。で、例えば石を持って歩くとしましょう。だとしたら、一回投げたら終わりですよね。それだったら、エメさんもね、もちろんおっしゃって、私も言ったことあるんですけど、要は、そのものを使って縦にした方が、投げるんだったらまだ縦にした方がいいよねって、シールドにした方がいいよねって話なんですね。だから、物っていうのは、椅子を投げるにせよ、石を投げるにせよ、投げたらなくなってしまうんですよ、それは。自分からなくな、自分のもの、手からなくなるわけですよね。無限大にあるわけじゃないでしょう。そこから別の地点へ行って、また拾ってきてって、全部並んでこうやって、ゲームじゃあるまいし、あの、なんだっけ、ね、あの、ピカチュウのあれじゃないけど、こうやって並んでるものをピックアップしてこうやって投げるのじゃないでしょ。興奮じゃないから、ゲームの感覚ですよね、それは。だけど実際外で見てみたら、例えば物を投げるにしてもランダムにいろんな場所になるわけでしょ。じゃあここのやつを取って、ここのやつを取ってって犯人にね、言うんですか？あの、来てる犯人、襲撃者に、ちょっと待っててって、今から A 地点に行って取りに行くから、って、ごめん、ちょっとなくなっちゃった。B 地点に取りに行っていいって言えないでしょ。襲ってきてるから、ずっと追撃してきてますよね。だからそう考えても、あの、まず物を取りに行ったりするのが難しいし、投げてしまうってことは自分の手からなくなってしまう。っていうことですよ。で、相手に対して武器を渡すという意味合いもありますから、例えばナイフを投げる。まあ、ナイフはダメだけど、殺傷能力がありすぎる。で、ナイフをまあ投げたとしても、当たらなかったらそのナイフ使われますよね。逆に投げられることもあるわけでしょ？リスクが高くなる。ね。だから、何かを投げたりするっていうのは、自分に対してそれが返ってくる可能性もあるよっていうことも書いておいてます。いいですか。だけど、私は、投擲というものに対しては、まあ、投石はちょっと私は考えられないと思うんですね。はい。あの、それをもつ投げるんだったら、ソックスかなんか、ソックですね。あの、靴下かなんかに入れて、ブラックジャックかなんか作った方がまだいいと思います。まあ、タオルでも長いものでできれば、あの、ハンカチとかはちょっと短くなっちゃうんですけど、長いものでくるんでいけるんだったら入れてもいいし、もしくは、ポリ袋とかでもいいですよ。石を入れてやるっていう。だけど、石を使うってことは、それだけ殺傷能力が非常に高いので、岩石で頭を叩いたりするとね、ありましたよね、事件が。叩いたって、バス停で、おばあちゃんかな、を叩いたってあったじゃないですかね、亡くなったってありましたけど、あれと一緒ですよ。結局殺傷能力が非常に高いから、ま、もし当たったとしても、それでパタッと亡くなっちゃうってこともあるから、それだったら初めから、そんなめんどくさいことするんやったら、ポリスマグナム使った方が、まずそもそも相手殺、非殺傷でしょ？非殺傷だし、瞬時に無効化できるでしょう。で、それも距離も飛ぶし、的確に当てることができる30センチパターンで、それだったらポリスマグナム持ってたらまだいいですよね。いや、結局そういうことなんですよ。そんなわざわざ投石とか投擲とかって考えなくても、持ってればそもそもいいわけだから。で、使うときってのはそもそも凶悪犯罪にしか使わないから、そうですよね。例えば、投石するにしたって、軽度いざこざで、喧嘩でうれくれやーってやってるときに顔にピッターンって当てるわけにいけないでしょ。相手が酒に酔っ払ってるとか、その程度で石とか投げてたら、こっち傷害って逮捕でしょ。一緒なんですよ、結局は。だったら、相手が凶悪犯罪とかで刃物持ってくるとか、でも、撲殺すられるぐらいの勢いで来るんだったら使えますよねって。それだったら石も使えるかもしれない。そもそもコントロールが難しいでしょ。ある程度の距離がなければ、相手に対してコントロールとして当てれないですよね。接近してる場合だったら、あんまり意味がないでしょう。投石は。投石という意味は。ね。だからそこなんですよ。例えば近くでやるにしたって、相手から抑えられたら一緒でしょう。こうやって石をこうやってやったとしても、こうやって抑えられたら一緒ですよね。で、石というもの自体が、やっぱり職務質問で見つかった時に、護身具としては認定されないから、なんでこんなに石をいっぱいゴロゴロ持ってるんですかってなるでしょう。あなた不審ですよねってなりますよね。催涙スプレーだったら違反ではございませんって話もあるし、グレーという話があるんだったら、あーって言って没収されるかもしれないし、今って言って、あースルーされるかもしれないでしょ。催涙スプレーならまだ、あーゴシングなんだね、あーいいですよって。これも実際例としてはあるわけでしょ、いっぱい。だからそう考えると、催涙スプレーの方がまだいいです。
ということになりますね。まあ、ポリスマグナムですね、私おすすめ。はい、ということですね。ですから、投擲というのは私は絶対にダメとは言わないです。だけど、投擲は非常に難しいなっていうことですね。先ほど言った理由から。はい、で、投擲になってくるともっと難しいなっていうことですね。だけど、これらは否定しておりません。SSR は否定してないし、これはずっと教えてきてました。いいですか。なので、私はいつも、何かものがあったらそれを盾にしなさい。どうしてもの時は投げなさい。っていうことを私はずっと言ってきてます。いいですか。だけど、そもそも自分で持っているものでガードをして防護立てたらバックとかで、ガードをして持っているもので相手に対して反撃をして離脱をする時間を稼ぐっていうのが、まだこの方が理にかなってますよ。合理的ですね。はい。これまず覚えておいていただきたいなと思います。はい。ということですね。なので、投擲は必ずしも 100% 効果的ではないという話ですね。はい、ちょっと一つだけなんですけど、あと私心斎橋通り魔の事件があって、心斎橋、大阪の心斎橋に行ったことがあります、要は取材ですね、分析で、でアメブロに載っております。ちょっとこれリンク貼りますので見ていただきたいなと思うんですけど、心斎橋に私が行った時に、心斎橋通り魔の現場ですよね、目立たしになったってやつですね。男性が、歩いてる男と口論になって目立たしになったで、まあ、というか、そもそも通り魔としてやりたくてやったんですけど、彼は元暴走族かなんかのやつやったと思います。男は暴走族かなんかに所属してて、戦闘能力が高かったと思うんですけど、持ってたナイフで目刺しにしたってことと、あと通りがかりの女性ですね、自転車に乗ってきた女性を刺したっていう事件がありましたね。でですね、まあこれも私現場見てきたんですけど、何らかのもので投げて例えば対応できる、もしくは縦にするっていうことはできるのかなっていうことで、身の回りのものをいろいろとチェックしました。そうすると、その当時なんですけど、今ちょっとわかりません、どうなってるか。その当時なんですけど、看板とかでも固定されてしまってたりしたんですよ。でも一箇所だけは看板は固定されてなかったと思います。木製でできたと思うんですけど、こういうふうに立てるような感じですね、看板。あ、これだったら縦に使えるなとか、あ、これだったら投げれるなっていうのがありました。だけどそれが限られてたんですよ。投げられてるものもなかったし、投げれるものもなかったし、投擲できるものも、それから投石なんて もちろんないし、石なんてね、石っていうか岩とか、まあ、手頃なものですよ。で、相手に対してダメージが加わるような大きさのものの話をしてますよ。なかったんですよ、縦にするようなものっていうのがなかったっていうことなんですけど、まあそれだけだったんですね。だからよく考えたら、襲われましたって言って、襲われましたっていう時に、とっさに例えば装備してるものだったらまだ使えるかもしれないね。例えば警戒をしてますって言って、例えば、あ、そこに例えば看板が、あ、これ使えそうなやつだな、固定されてねえなっていうのが分かってたとしても、ここの脇にあったなって、看板あるな今って、で今襲われましたと、警戒してるから襲われたましたって言っても、そこまで走って取りに行けるのかなっていう、そこのところありますよね。そこまで、というか、ここにね、例えば通り魔が目の前にいて、向こう側にあるんだったら、そもそも取りに行けないじゃないですか。ですよね。だったらやっぱり自分の持ってるもので対応しなきゃダメになりますよね。で、結局そういうことなんですよ。だから私あれを見て、ああ、無理だなと思って、現場に行って、それは気づきました。はい、ということですね。なので、投擲、投石は非常に難しい。まあ、使えないことはないし、もし何かあった時何もなければ、それも、それを使って投石、もしくは投擲、もしくはそれで盾にする。身の回りのものを盾にする。はい。これらは私はおすすめだと思います。おすすめだと思うんですが、やっぱり非常に重要なことは自分の持っている装備で何とかしましょうということになります。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、こういった形で皆様に公開させていただきました。はい、ぜひともですね、登録していただきたいと思います。そして高評価ですね、押していただきたいと思います。あとライブですね、こちらの方もね、ぜひともどんどん初見さん、私ね、全然 OK ですので、来ていただきたいと思います。もう護身術武道だけの話じゃなくて、いろんな話してます。他の話もいっぱいしてますので、ぜひともですね、参加していただきたいと思います。あとコメントですね、コメント欄にも書いてください、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。リアル護身さん、ぶちかます。